心メンテナンスの吉村隆二です。心メンテナンスはエネルギーワークをすべての人の日常に取り入れることで世界平和を目指しています。はい、というわけでですね、この、マインドエナジーラボ、今回のテーマはですね、怒りについて、お話をしていこうと思います。はい。でね、まあこんな感じで、お話をしていこうかなと思っています。はい、こちらのシリーズでは潜在意識や引き寄せなど、人生の目に見えない領域についてスピリチュアルに偏りすぎないように、なるべく論理的に筋道立てて解説していきますので、少しでも役に立ちそうだなと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。はい。というわけでですね、まずね、結構多くの方が、こう間違った認識を持っている部分としてはですね、この怒りの原因っていうところですね。まあ、大抵の人は、何かこう、怒りの感情が出てきたときに、自分はその何か外的な要因によって怒らされたって思ってるんですよ。ね。だから、あいつがあんなことをしたから、なんかね、こう自分は怒っているんだとか、こんな理不尽なことが身に降りかかったから怒っているのだみたいなね。なんか、誰それが何かしたからとか、こんなことが起きたから自分は怒ってるんだっていうふうに、思ってると思うんですけど、ここがちょっとね、実は、まず最初の大きなボタンの掛け違いなんですね。っていうのは、同じ、人から同じことを言われても、なんか気を悪くして怒る人もいれば、別に怒らない、なんかそのことに関して特に何とも思わない人もいるし、何かその特定の出来事が起こっても、それが、そのことに対して怒る人もいれば別に怒らない人もいるし、何か別の感情で反応する人もいるわけですよ。っていうのは、なんかその怒りの原因がその外的な要因にあるとしたら、みんな、同じことが起きたら同じように怒るはずじゃないですか。でも、そうならないのはなんでかっていうと、この外的な要因っていうのは、その怒りの感情が出てきたきっかけ、そのトリガーにはなったかもしれないけど、その怒りそのものの原因ではないんですね。じゃあ何なのかって言ったら、まあ、要はその人が、その出来事とか、例えば誰かの言った言葉とか、その人がやった行動に対して、その人がどういうその意味付けをしてるか、どういう解釈を持ってるかによって、その人の反応っていうのは、実は影響されるっていうのかな。その人の反応が出てくるのは、その人がその事柄に対してどういうその解釈とか意味付けを持ってるかによって決まってるんですね。で、まあ、怒るっていうことは、何かに対してこれはけしからんとか許せんとか、そういう意味付けをしているから、まあ、怒りっていう感情になるわけですよ。ね。だから、そのことに対して別にどうでもいいって思ってる人は別に怒らないんですね。はい。なので、実はその怒りの原因とか、まあ、怒りに限らず、ネガティブな感情の反応っていうのは、全部その人の中にある、その反応の元になっているものに対して、刺激が与えられたことで出てるんですね。つまり、なんか地雷が埋まってて、で、そこを、地雷がある場所を踏んじゃったから、ボンって爆発してるっていう感じですね。だからここに地雷がそもそもなかったら別にその場所踏んでも何も起こらないわけですよ。ね。で、そこに、地雷が埋まってるから、ボーンって爆発してるっていう。それと同じような、仕組みを持ってるってことですね。怒りとか、ネガティブな感情の反応っていうのは。はい。で、まあ、そうするとね、次のどんなエネルギーなのかっていうのも、もうなんか、何度もここでね、なんか、すでに、ワードとして出てきてますけど、まあ、いわゆるネガティブなエネルギーってことなんですね。で、ネガティブっていうのは何なのかって、これもまたポジティブは良くてネガティブは悪いっていうジャッジにつながりやすいワードなんで、ちょっと気をつけて取り扱わないといけないと思うんですけど、ね、結構そういうスピリチュアル系の、お話をされてる方の、なんか文脈を聞いてると、あ、この人はなんかポジティブは良くてネガティブは悪いっていう意味付けとかジャッジをしてるなっていう風に見て取れる方たちとかも結構いるなというの僕の個人的な、そのちょっと見解なんですけど、ここもね、ニュートラルに捉えると、その別にネガティブが悪いっていうわけではないってことですね。いい悪いって、その絶対的な悪いとかっていうわけじゃなくて、そのね、また別の動画でもお話ししましたけど、その悪いっていう概念っていうのは、何か目的があって、その目的に対して効率がいいか悪いかで、その、いい悪いっていう、その判断をしてる、その評価をしてるに過ぎないんですね。だから、ネガティブが悪いってわけじゃないんですけど、ネガティブっていうのは要するに否定のエネルギーなんですね。否定。で、その、これをまあさらに、そのね、僕たちのその、心とか体の反応みたいなところで、こう、さらに細かくお話しすると、要は、そのね、恐れのエネルギーっていうことですね。何かを良くないっていうふうに想定して、それを避けようとする。ね。つまりそれを否定しようとするエネルギーっていう、これが恐れですね。で、この何かが好きで、それと一緒にいたいとか、それと一つになりたいっていう方向に力をかけてるエネルギーが愛のエネルギーですね。だから、この一つになっていくエネルギーと、それからこう嫌だから引き離していくエネルギーっていう、こういう違いなんですけど、だから、この、怒りのエネルギーっていうのは、要は、これは良くないけしからんだから変えなきゃいけないみたいなことで、その今の状態を良くないっていうふうにジャッジして、その今の状態と違う状態に持ってこうとしてる。だからこの状態を自分から引き離そうとしてるっていうところに力がかかってるエネルギーっていうことですね。で、もちろんそのこれがだからね、いいとか悪いとか正しいとか間違ってるって話ではないんだけど、そういうエネルギーであるっていうことですね。はい。で、まあね、その、こう人間関係とか、その社会生活ってところで言うと、まあ言ってみたら、そのね、なんか自分が否定されたら、まあ嫌な気持ちになるわけですよ。っていうのは、ね、誰しも本質的には自分のことを、大事に思ってる、自分を愛しているはずだから、そこの愛してる自分が否定されたら嫌な気持ちになるっていうことが起きるわけですね。もちろんこれが、だからまたいろいろと自分に別のそのジャッジ、ね、ブロックがこう乗っかってくることで、今度自己否定みたいなことが起きる場合もあるんですけど、そういうのがもしなかったとしたら、本来は自分のことをみんな愛してるはずだから、そうすると自分が否定されると嫌な気持ちになるんで、不快なその感覚としてそれを受け取るわけですよね。だから、その怒りっていうのは、まあ、まずはその否定のエネルギーですね。で、その他者を否定するっていうことは、それはつまり攻撃にもなってしまうから、まあ言ってみたら、結構攻撃性の高い否定のエネルギーっていうことですね。で、この怒りっていうのが、だから人間関係とか社会生活の中では、まあ言ってみたら、そのトラブルとかね、その関係性が悪くなる原因になりやすいってことですよね。関係性がこの悪くなるっていうのは、要するに仲良くしたいっていう目的があった場合に、その仲良くなれませんよねってなったら、それはその仲良くしたいって目的にとっては、そのマイナスの方向に力をかけてるから、だから人間関係においては悪いっていうふうにまあ評価をしてるって話ですね。で、なので、この怒りのエネルギーっていうのをうまくこうコントロールして、まあね、あっちこっちでこの怒りをいろんな人にどんどんぶつけたりしない方が人間関係はうまくいくわけですよね。で、それが、うまくいってない人がこう多いから、だから、そのいろいろ人間関係が悪くなるみたいなことが起きてる。ね。で、それで、ね、じゃあ、その怒りを、コントロールする方法っていうのを研究したら、まあ、その怒りを、で、お互いこう傷つけ合うことがなくなるから、いいんじゃないっていうことで、アンガーマネージメントとかね、そういうこう、怒りの感情をどう取り扱うかみたいな、いろんな手法っていうのが編み出されているんだと思うんですけど、まあ、ここでね、まあ、僕はこのね、クリアリングっていう方法を使って、その心の問題や、その人間関係の問題を解決していこうっていう方法を、まあ、提唱しているので、まあ、怒りのね、取り扱い方としては、まあ、やっぱりそのね、怒りの原因になってるそのジャッジですよね。あれはいかん、これはいかんっていう、そのね、まあ、言ってみたら、その、解釈であったりとか、それから、そのね、意味付けの癖みたいなものをクリアリングでなくしていくっていうことで、その怒りの反応が起きにくくするっていう方法が、まあ、なんていうのかな、根本的な、その、対処法としてはいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、そのね、ちょっと手前のところでは、やっぱりまず、その、自分と自分の感情っていうのをちゃんと区別して捉えるっていうことから始めていくと良いと思いますね。だから、怒りが出てきました。で、それでコントロールできなくなる人っていうのは、その怒りの感情に飲み込まれちゃって、自分がその怒りの感情と同化しちゃってる状態になるわけですよね。で、そうなると、このコントロールすることが難しくなるんで、まずは、その自分とこの感情を区別してね。で、まず自分っていう存在がいて、その自分がこの今怒りっていう感情を持ってるんだな。で、それを体験してる。あるいは体感してるんだなっていうふうに区別して捉えるっていうことですね。で、この怒りの感情に対しても、また、なんかこう、怒るべきではないとかね、そういうようなジャッジが乗っかっちゃうと、また新たなそのジャッジのスパイラルに入っていってしまうんで、これは、とりあえず今の僕が感情的に反応している、その反応が、で出てきたエネルギーっていうのがこの怒りであると。ね。で、別にこれは良くも悪くもないけど、ね、この自分の中の、まあ、解釈とか、そのね、意味付けによって、生み出されているものだ。だから、その、こう、例えば誰かが言った言葉に対して僕は怒りが出てきたとしたら、これはその人が言った言葉によって自分が怒らされているのではなくて、自分がそもそも持ってた怒りのね、地雷が、その人のその特定の言葉によって踏まれてしまったと。つまり、自分がこの言葉に対して、このね、怒るっていう反応の、元であったりとか、そのジャッジを持ってるんだなっていうふうに区別して捉えるっていうことですね。で、この自分は、こう、あ、自分今怒ってるんだっていうふうに気がついて、で、しかもそのことに良い悪いのジャッジをしないで、ただこう、あ、自分怒ってるなっていうふうに、こう、眺めていく、観測していくっていう、こう、それだけでも、その感情っていうのは徐々にこうね、ボルテージ下がっていくはずなんですね。でも、その人がその感情にこう飲み込まれて、わーっていつまでもそのね、怒りが抜けなくて、いつまでも怒ってるっていう状態が起きるのはなんでかっていうと、要は、その感情の出所が自分の中だっていうことを認めなくて、そのね、なんか、あいつのせいで自分は怒ってるんだみたいなのが続いてると、結局、その感情の出所っていう最初のね、ボタンが掛け違えられてるんで、そのせいでいつまで経っても感情が流れて消えていかないってことが起きてるってことですね。なので、まずは、そのね、自分がこういう感情だっていうことに気づく。そして、自分が、あ、これに反応してるんだって気づく。そして、ね、そのことは、まあ、良くも悪くもないと。ね、ただ、この事柄、反応してる事柄に対して、自分がどういうジャッジを持ってるのかっていうのに気づくってことですね。で、これは裏を返すと、何かをけしからんと思ってることってことは、その反対側が自分にとって大事だと思ってるっていう可能性が非常に高いわけですよ。ね。だから、こう、これがけしからんっていうことよりも、自分はこういうことを大切にしてる人なんだっていうことに気づいて、そのことを大切にする生き方を選んでいくっていうことをした方が、そのね、要は自分の人生の満足感が上がっていくんで、そのね、怒りで反応するような出来事っていうのは、おのずと減っていくんですよね。だ自分が、要はそのね、なんか、こう幸せじゃない、満足じゃないっていう状態が多ければ多いほど、言ってみたら自分を不満にさせるとかね、怒りの感情が、その反応する、トリガーになることとかの方が目につきやすくなって、その都度そこに反応して、いつも怒ってる状態になっちゃうけど、そのね、そっちじゃなくて、自分にとって何が大事なんだっていうことを、に気づいて、そっちの方に意識を向けていくと、その自分にとって大事なものっていうのがこう増えていくわけですよね。まあ、どうでしょうね。なんか例を挙げるとしたら、ね、なんかこう、やかましい人が、なんかイライラすると。ね、なんかよく喋る人とか、なんかね、想像しい人でイライラするとかっていう人がいるとしたら、本当はその人は、なんか穏やかさとか静けさを大事にしてる人である可能性が高いってことですよね。だからそしたら、そのね、穏やかさとか静けさを大事にして、自分の周りにそういう穏やかな人たちとかね、との人間関係を、より増やしていくとかね、自分の人生の中でのいろんなそういう、アクティビティ的なものも、穏やかなもの、静かなものを選んでいくっていう、そういうことをしたら、ね、自然とその騒がしい状況になることが減っていくわけですよね。だから、そっちの方で、そのね、言ってみたら自分がそのネガティブな反応をする機会を減らしていけば、そもそも怒りに至ることが少なくなっていくってことですね。で、もしその反応が出ちゃった場合は、これはまずは、自分今このことに対してこういう反応してるんだな。ね、それは良くも悪くもなく、ただそう反応してるんだ。そういう反応してる自分がいるんだなっていうふうにニュートラルに捉えていくっていうことですね。はい。こんな感じで、本日の、お話は、以上になります。はい。ではですね、今日のお話が、役に立ったなとか面白かったなと思ってもらえたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。それからですね、ご質問やご感想を取り上げてほしいトピックなどは、コメント欄で募集してますので、ぜひぜひ、コメント、お待ちしております。はい。で、このチャンネルではですね、毎週月曜日の夜8時からライブ配信で公開クリアリングセッション、ほぼ毎週水曜日の夜8時からゲストをお招きしてのトークライブもやっています。また、サブチャンネル、ポッドキャストなどもやってます。で、メンバー限定のライブ配信や音声配信もやってますので、詳細は概要欄をご覧ください。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。